Hello, everyone. This is Hayama の簡単カタカナ英会話. This time, I'd like to show you about fashion, especially men's fashion in Europe. 皆さん、こんにちは。ちょっとご無沙汰してしまいました。すいません。葉山の簡単カタカナ英会話です。今回はメンズファッションについて、ちょっとやってみようと思います。その前に今オリンピックで皆さんテレビに釘付けになってるんじゃないでしょうか。というのでオリンピックのことを少し、お話しします。皆さんオリンピックって言ってませんか。それは違うんですね。オリンピックスって言います。なぜかというとオリンピックにはたくさんの競技がありますよね。なので S 複数形がつくということです。で、または正確な名称はオリンピックゲームズ、ゲームですね、ゲームズというふうになります。で、メダルなんですけども金メダルは何て言いますか。そうですね、ゴールドメダル。じゃあ銀メダルはシルバーメダルですね。じゃあ銅メダルはブロンズメダルですね。で、銅っていうのは英語でカパーっていうのでカパーメダルって言いたくなるんですけど、銅メダル自体は銅で作っていないそうです。青銅ということで、だから色がブロンズなのでブロンズメダルっていうんでしょうか。もしよかったら皆さん各競技の名前を英語で調べて自分で言えるようになったりしてください。男性の、ファッションで一番おしゃれな国は、かっこいい人がいる国はってどこの国を思い出されますか。一番おしゃれじゃないのが、欧米圏ではアメリカですね。 T シャツと短パン、夏はそうですね。一番おしゃれなのはやっぱりイタリアの男性です。イタリアのお母さんは息子や旦那さんのソックス、そして下着のパンツ、アンダーウェア、英語ではアンダーウェアって言います、にもアイロンをかけるそうです。ジーンズにもアイロンをかけるくらいファッションにこだわりがあるのがイタリアの男性ですね。 You are nice looking. Nice looking. 見た目がとってもかっこいい。かっこいいイコール nice looking というふうに覚えてください。ではどうぞ動画をご覧ください。この4人の男性は同じような柄のスーツを着ています。紺色にストライプ、あとネクタイの色が違うって感じなんですけど、うまく着こなしてますね。かっこいいですね。ナイスルーキング。皆さんメガネ、サングラスとかメガネしてますね。この方ちょっと茶系と白のパンツで、この方も同じような色なんですね。パンツの選び方がとにかくうまいですね。自分に合ったものを履いてらっしゃいます。 They have a nice choice. この方も何気ないことですね。アイボリーのジャケットとジーンズ、本当パンツの選び方がうまいと思います。ちょっとお年を召した方もかっこいいですね。歩き方もかっこいい。このボトムスの選び方と歩き方がいいように思います。年齢を重ねた方もうまく着こなしてらっしゃいます。帽子のかぶり方もいいんですよね。で、様になりますよね。なんかどこでもモデルがいるような感じですね。とにかく歩き方がかっこいい。この方アンブレラグリーンで、スーツもグリーンで合わせてますね。おしゃれですね。骨格がいい、日本でいうスタイルがいいっていうのもありますね。じゃなくても色の選び方がうまいですね。ナイスカラーチョイス。
このボトムス、チノパンツかなんか、皆さんすごくかっこよく見えるんですね。パンツの選び方がうまいですね。オレンジのネクタイがとても目立っています。この方セリーヌの高いブランドのジャケットを着ています。この方すごくナイスルッキングですね。足が長いんですね。さりげないファッションですよね。この方もかっこいいですね。ナイスルッキングガイ。スーツで犬の散歩、マイクル・ジャクソンのような白いストックス、歩き方ですかね、様になってますね。これはファッションブランドをそのまま着たような方ですね。ヨーロッパではイタリアとかフランス、イギリスなんかでもそうだと思うんですけれども、まあブランドとかで自分に合うスーツ買ってきますよね。でもぴったりと合ったサイズではないってことが多いと思います。それでそれをテーラーに持ってって、それで自分のサイズに合うように袖丈とか肩幅とか身丈ですね、ジャケットの長さ、もうジーンズの長さにしろ、自分に合ったジャストサイズっていう風に仕立ててもらう方が多いんですね。日本では昔はテーラーってね、仕立て屋さんあったような気がしますが、今すごくなくなりましたよね。まあデパートとかショッピングモールで服のお直ししますみたいなコーナーがあると思うんですけれども、やはり服の歴史が長い国なので、自分に合ったサイズに既製品を直すっていう習慣がちゃんと根付いているように思います。私たちも見習いたい点がたくさんありますね。 Thank you for watching. I see you later. Bye.